それらは人々を殺し、町を焼いた。明日は燃え殻となり、塵となった。滅びは影のように早い。全てが失われようとしていた。空が燃えてる。本当に終末が来たんだわ。皆さん、報告をお聞きいただけたのですね。ええ、アヒワン殿、状況を詳しく教えていただけますか。昨夜のこと、悲鳴とも地鳴りともつかない音が島中に響き渡りました。まもなく空が燃え出した。それに前後して見たこともないような獣が現れ、暴れ始めたのです。いえ、この表現では正しくありませんね。人が突然転じたのです。恐るべき異形の獣に。異変は島の至るところで起こっていますが、ラザハンで最初に確認されたひときわ強大な獣が特に甚大な被害をもたらしている。我々はその個体を神話に登場する人であり獣である神、神獣のまがいものであるとして義神獣と名付けました。義神獣は今島の北側に回って暴れています。これより聖戦士団を送り込み討伐を試みるところです。ブリトラのやつはどうしてるんだ。我々に先駆けて単身北側に向かわれました。しかしブリトラ様は義神獣や獣たちが己の愛する領民であったことを心得ていらっしゃいます。あのお方の慈悲深さが命取りにならぬと良いのですが。状況は分かりました。義神獣の討伐作戦、ぜひ我々にも協力させてください。なんと心強き申し出か。深く感謝いたします。聖戦士団は複数のルートで島の北側に向かっています。いくつかの部隊がここイェドリマンの船着き場から船で北上する予定です。暁の皆さんも同様に船で北側にお送りします。上陸地点には鬱蒼とした密林が広がっている。義神獣以外の獣たちに遭遇する可能性もあるでしょう。どうか念入りに戦いのお支度を。私は船着き場でお待ちしております。準備なら抜かりないわ。行きましょう。